道住の子官位は11位は内大臣寛永9年1月除釈された後、自重、右子の絵県少将左子の絵県中将を歴任。女王4年1月参議として苦行に劣し、6月13位に除された。明暦3年8月県中納言、万治2年1月生3位、同3年12月県大納言と累進し、 漢文元年3月から同3年7月まで、神宮天送を務める。同8年12月12位に除され、同10年9月辞職して、武家天送に部任。遠方2年12月生2位に除され、翌3年2月天送の任を解かれた。上京4年1 0年の小倉事件をめぐる霊言、天皇への暴言が災いして、出資を止められ、元禄6年に許されるまで、 近親生活を送る。法営元年2月内大臣に任じられたが、わずか3日にして辞退し、同2年1月11位を授与された。同7年3月21日に皇居。去年80、ロザンデラに葬られた。稼道、夕食古日、書道、音楽など多方面に白色な人物であり、弟、野宮ただし縁らと共に、 熊沢万山に入門し、万山門下の道場四天皇の一人に数えられる。加道では、漢文四年に、小水の院から、古今伝授を受け、自身も、中野院津海、野々宮城記久世通夏に、古今伝授を行った。門人に、鍋島光重、堀近鎌、柳沢義里、松井幸隆、三輪の秀才、千らがいる。 歌集、老縁樹和歌集、カロン、敬雲も問答などがある。また、日記、道重日記からは、武家転送の職務を通じた、徳川光国との信仰も伺われる。ありがとうございます。